何もしてない時のさ、唇さ血色な、やばすぎ。あー、ちょっとさ、無理だ、どうしよう。あんまり薬用っぽいやつを薬用でさ色つくのなんてさあったっけな。あっ、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 あ、これは薬用かどうかは置いといて、ロート製薬から出てるぞ、これは。どうしよう。いいか、これにしとこう。うわ、恐ろしい。前にだいぶ前に使ってたやつだからさ、なんかさ乾燥してんだけど。そして柔らかすぎて、待って、似合ってないやん。まあしゃあないよね、そういう時もある。これでいい、 OK。 まあ元の唇の色よりはついた。日に焼けた？焼けてない。焼けたかな、焼けたかわかんない。でも今日お化粧してないから、これが素肌の色。そんな焼けたようには見えないけど、明日お化粧するか迷うんだよね。あ、仕事ではない。だってさ、明日私出ないけどさ、公演あるからみんな行くんじゃないか。
釣りはね行ったっていう事実が素晴らしいじゃないですか。だから写真撮ったけど、行ってめっちゃ昨日波が高くて風も強くて全然釣り日和じゃなかったんよね。で結構軽いルアーでやってたんだけど、投げても私の技術力じゃ全然飛ばなくて途中で飽きてだって頑張って投げても全部そこら辺にポンって落ちるし、左側に飛んでっちゃうし、最悪でした。もうなんかちっちゃい子供みたいにもう帰りたいとか言って今日私多分できない、もう帰るとか言ってたんだけど、パパが納得するまでいました。しっかり釣れてないよ。だって言うのはもう途中で諦めたし、晴れてるっていうか天気がいい時にあのちゃんと釣り魚がいるさ、ゴズとかさ管理されてるとこに行こうと思って、そういうのでちゃんと楽しい釣りを経験してからじゃないと、もうなんかこれあとどれぐらい耐えればいいのってなっちゃうから。一個前のところは楽しかったんだよ、魚がいる気配がしたから。でも昨日はマジで魚の気配感じなかったんだよ。だからあ、ダメだってなった。それでみんな今日4期生のイベントはどうだったの？個性派ぞろい楽しかった。最前列サイリウムは何色を振ったの？青
なんか青とピンク白が多いね。木本優の T シャツいないんじゃない？さすがにね。青は広カッピじゃない？ピンク緑はあのももかちゃんでしょ。アンナちゃんコール大きかった。なんか KMT がさ言ったらそりゃなんか大きい感じするわいつものユーナコールを聞く限り KMT がまるっとアンナのところ行ったんだったら。今日のって後々 DMM で見れるのかね。KMT 以外もたくさんあんなちゃん教えた。あのさ、それでさ言いたいことがあるんだけど、 KMT もさあのユーナの妹だっつってアンナのところ行くわけじゃん。だからさアンナの虜の人たちもさアンナのお姉ちゃんだって言ってこっちに来てくんないかな そのパターンしてほしいんだけど。ももかちゃん MC がすごくうまかった。すごーい。私も最初 MC だったな。そう、なんかすごく KMT はあんなところ行ってるなとか思う。けどさ、来てって思って視線。虜になってるから離れにくいとか。ああ、じゃあユーナのファンの人の名前は元ユナスライムにズブズブに入ってる人たちっていうファンネームにしようかな。そしたら抜け出せない人たち多いんじゃない。いいでしょ。したらさ、そしたらみんな離れられないっていう。ちょっとなんかネーミングセンスがあれだったな。元エナスライムに
そうだね、肩まで使ってる人たちとかいいのかな。いいや、大人なスライムはなんか沼ユーナの、そう、やっぱスライムってこう粘度が高いから一回入ったら抜け出せないよねっていうスライム。最近スライム作ってない。でしかもスライムってこう離れたとしてもちょっと手とかに何粒かくっつくじゃないですか。なんか手に残るスライムが残ったりするじゃん。それを取るのにまたこのこっちのスライムとこうペタ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 したりとかして取ろうとするじゃん。だけどどんどんはまっていくっていうエンドレスな、出ようとしても無理っていう。どうですか、一生ポキのことを応援してくれる人たちっていう、一生ね。そういう感じで、一生一緒にいてくれや。これさあ、太鼓の達人でやってたのよ昔。トゥン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 トゥね、やってたいう、これよく知ってるね。でしょ、私結構昭和感が出てるから得意ではないけど。今日得点後半入ったポキが一番だと痛感しました。ありがとう。実は昭和生まれ、よく言われる。ポキちゃん今だと特技欄に何て書く？水泳と大きな声と、一人
一人まるまる。これ趣味なのかな、一人まるまるって。ソフトテニス特技って言っていいのかな、もうしばらくやってなくてさ。 3DS はやったことある。私どっちかって 3DS 歴の方が長い気がする。一人お一人様するのも好きっていうよりかは、なんか友達がいなすぎて一人でいることが多い。一人でなんかここ行きたいなって思っても、一人誰か友達誘うより一人で行く方が早いし、その誘う友達も2人か3人ぐらいしかいなくて、全然予定が合わないんだよね。あ、グミの知識いいね、それいいわ。あ、ちょっと待って、いだだだだだ、一人ボーリング家族でめっちゃ小さい時に行ったきりなんだよね、ボーリング。だから一人で行くほど楽しみ方を分かってない。アンナ誘うよ。そうなの、だからね、なんかちょっといい焼肉食べたいなとかさ、ココナッツのアイス食べたいなとか思ったら、あん今日焼肉いかんって言って行ったりとか。長野のしずくのグミ買った、美味しかったでしょ。一人食べ放題なかなかね。マジ？しょっちゅうよ私。どうしよう、二人で行くときはだいたい7-3か8-2ぐらいの割合で、あの子もだってさ同じだからね、研究生だからお給料そうよ、普通に考えて。だから優の方が年上だからちょっと払うけど、だからその何、年齢とか姉妹っていう立場で
やるけど払ったりするよ。だからさ、ほんとね、あのユウがお金持ってるからおごってもらうために、おごってもらうために他の4期を連れてとか、本当に何やってんのっていいよ。たまにね、あの後輩と一緒にご飯食べる、ユウナがから誘うことってなあんまりないし、全然嬉しいけど、ただおごってほしいがために最悪よね。最近のおすすめグミあるよ。あのね、水グミの硬いやつが出たの。水グミって書いてあるやつが今新発売されてて、不愛嬌、そうね、それがちょっとあるぐらいで、はい、やらせてもらってます。新潟もボンボン流行ってるんかな。はい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 、私はそれが食べたくてしょうがないです。そんな言うほど硬くはないよ。ボンボンってさ、あのさ、周りが砂糖でさ、中にシロップとかウイスキーとか入ってるやつない？新潟ならありそうだけど、なんかまずシャインマスカットボンボン新潟で売ってなかったっぽいよ。関東とか。関東とかでやったらしい。そうそう、なんかね、ワインボンボンとかウイスキーボンボンとかあるんだって。ユンも食べたい。流行ってんよ、めっちゃ。ユウも食べてみたい。もうやばいよ、転売が。そう、なんか400円くらいのファミマで売ってて、400円くらいで買えるのに1万円超えとかで売られてんの。ウイスキー飲める？飲んだことないかも。あるか？ん？ないわ、多分。昭和に流行ったやつらしいね。ハイボールとか言うも、でもな、ビールはあんまり好きじゃないしな。ラムネボンボンね、美味しそう。なんかね、山梨に住んでる人いない？山梨限定のなんだっけ、何々の雫みたいな、果実の
果物のだっけな。果汁の雫だっていう山梨限定のお菓子があるらしくて、それもボンボンだって言ってたよ。ビールもある。ビールは分かんない。ビールのボンボンは知らない。普通に飲んだ、お酒として飲んだことがあるビールは、けどあんまり好きじゃなかった。確か3種類ぐらいの味が入ってる箱の、いうのはそんなにお酒飲んでないんだ。あの言ってもカクテルとかサワーは全然が、あのガブガブって言ったらあれだけど飲むけど、ワインと、ワインめっちゃ飲んだな。オレンジのワインとスパークリングワインは飲んだのと、ちょっとだけ日本酒の飲んだぐらい。強いと思うけど、好んでお酒をたしなむとかないよ。今日もお酒があるお店にご飯食べに行ったけど、三ツ矢サイダー飲みました。スパークリングワインを全然酔わなかった。あれ何杯飲んだんだ、あのさグラスに2杯飲んだかな。そう、なんか先輩方と飲みに行くとか友達と飲みに行くとか、そういう時じゃないと飲まない。飲まない。じゃあ終わります。また明日ね。最近配信の仕方を忘れてます。明日の配信はきっと22時とか22時から23時の間にするはずです。それでは壇上を見ます。13位まこいもさん、ありがとうございます。12位はまっぴさん、ありがとうございます。11位とぱきゅうさん、ありがとうございます。10位ビルバラさん、ありがとうございます。9位きっともえラインマーメイド予備さんさん、ありがとうございます。8位とまおさん、ありがとうございます。7位ひろいちさん、ありがとうございます。6位たかたんさん、ありがとうございます。5位かたやまさん、ありがとうございます。4位かじぽんさん、ありがとうございます。3位関越道で新潟から帰ってってる秋文さん、ありがとうございます。2位スイッチさん、ありがとうございます。1位ミミレパパさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。
それでは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 今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。ではまた明日。バイバイ。ごきげんよう。おやすみ。